はい、それでは FF5 の続きやっていきたいと思います。今回からね、本格的に一人旅、青魔導士一人旅始まっていくんですが、まあね、とりあえずランニングやっていきたいと思いますが、ちょっとパーティーが変わってまして、全員シーフにしました。まあちょっといろいろ今後のことも考えてということですね。はい。で、そうか、まずは殺さなきゃいけないので、殺しに行きましょうか。おお、早っ。さすがシーフがいると違うね。ちょっと早すぎてあれですね、早すぎて制御が効かないで、とりあえず、おう。まあ、ランニングはですね、まず殺してからですね。うん。まず殺してからにしましょう。本当はこれゴブリンパンチラーニングできちゃうんだけど、一応ラーニングもね、できる限り一人でやっていきたいという思いがあるので、あえてここではラーニングせずにいきたいと思います。なんかやたらバッツが狙われるぞ。ちょっとやばいな。あんまりここで意識を減らしたくない。ちょっと減りすぎたな、HP。ポーション使うのもったいないけどな。ポーション使うのもったいないけど、仕方ないな。1個なんだよね。あ、じゃあ2個か。まあ、1個使っとくか。ちょっともったいないな。あと一応お宝の回収もなるべくしていきたいかな。 OK。 はい、よし、こっからだ。まあ一人はやっちゃっていいでしょう。ゴブリンパンチしてよ。とりあえず一撃で倒せる状態にはしとこう。ちょっとゴブリンパンチをさ、よし来た、よし来た。あとはこいつを殺すだけだ。 OK です。これで、ランニングができるはず。よし、うん。あとはエアロだな。エアロは結構な、ブロードソードか。エアロは結構痛いからな。あんまり食らいたくないですね。あ、隠し通路発見。こいつらはもういらない。お前らじゃない、お前らは狙ってない。モールドウィンドってのがお目当てなんですけどね。うん。この辺で粘るか。出てくるよね、多分。
お前らじゃない。この辺でちょろちょろしてれば出るかな。お前らじゃないと思うな。多分違うと思うな。3階に出た実績はあったんだけどな。お前らでもない。なかなか出ないですね。1個下がるか。ここでなんか出てきた実績があるから、お、なんか違うんだけど、なんか違うよ。君たちじゃないよ。僕が会いたいのは君たちじゃないよ。ここを往復しよう。ちょっとダッシュ早すぎるね。なん、お前らじゃねえって。なんか全然出ないな。なんか滑るように動くね。これちょっと制御できないな。来た。来たね。じゃあ早速。早速ゴブリンパンチを使ってみよう。うん。このゴブリンパンチはですね、こう隊列の後ろにいても、うっ、死んだ。そんな食らいます？エアロって。そんな食らうのか。80も食らうか。レベルを4にしよう。まあ、5までは上げてもいいから、ちょっとこの後のこと考えてね。よし。ちょっとこっからレベルを1個上げてみよう。ゴブリンパンチ遠いよ。あ、しまった。ゴブリンパンチに下がった。まあ、いっか。次で殺せるだろう。うん。これで1個レベルが上がったので、あ、持ってく持ってく。1個レベルが上がって77。微妙微妙。しゃあないな。吸血を諦めて、吸血諦めるか。しょうがないね。吸血諦めるしかないな、これ。
一旦またあそこに戻れるはずだから、その時にラーニングするとして、ちょっとね、ゴブリンパンチなんでこんな遠くにあんの？ちょっと待って、ちょっと微妙、71だと耐えきれない可能性がある。いやお、耐えた耐えた、頼む。ギリ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 、ちょっと待って、もうエアロするなよ、お前もうするなよ、もうするなよ。耐えたー、よかったー、よかったー。レベルを1個上げるのが正解だったか。あーでもこれでもうレベル5だからダメですね、これ以上レベル上げれない。え、エリクサー持ってく持ってく。え、ちょっと待って、これでさ、セイレン戦楽できんじゃね、もったいないけど。吸血を諦めるか、仕方ないですね。あー、やっとだ、やっとエアロラーニングできた。うん、吸血は一旦諦めて、そうだな、ガラフのレベルも一個だけ上げなきゃいけないから、それも兼ねてですね。うん、ちなみにこれ次のレベルまでの経験値ってわかるんだっけ。83か。10、ガラフのレベル1個だけ上げたいんだよな。吸血ちょっとラーニングしに行きたい、行けるかな。船に乗ったらなんかイベント始まっちゃうかもしれないんだよな。大丈夫かな。いや、ちょっと今回はちょっとここまでにしよう。